青山村の途中にあるダム、青山村の入り口。市内から車で25分ほど、青山村は小さな集落。この先に検問所があり、住民以外は、通行不可青山里先頭先頭は、真島出兵中の1920年10月21日から26日に、かけ、満州の真島和流県の青山里付近で、 日本軍と朝鮮人の独立運動武装組織及び中国人の馬族との間で行われた戦闘。真島出兵で延吉県と和龍県方面を担当し、武装組織をトンカ県及び安都県方面に脱出させることのないよう注意する、陽紙団長の訓令を受けた、東ず彦少将は10月15日に龍井村に到着し投資隊を編成した。 同月17日に、機関銃を有する500から600人の武装組織が、頭同行の西南約10里の青山里付近の谷に止まるとの情報を得て、1、山田隊は速やかに属の西方に進出した路を、立ち主力を持って討伐する。2、騎兵連隊は、後車将校、前車将校、小兵令から迂回し、老齢方面の退路の遮断に努める。三 不評第74連隊の二中隊等は、頭同行にて待機する。と、部隊編成と、作戦行動指示を命じた。山田隊は二重隊で青山里へと進軍し、同月18日に、右重隊の中村大隊は、頭同行を、山田隊は、竜井村をそれぞれ出発した。右重隊は、蜂蜜溝を経て青山里へ向かい、同月19日に、 蜂蜜溝の西南約3000メートルの谷で40人の中国人馬族と衝突し、二人を負傷させ撃退した。山田隊は頭遣い溝南方の夜格を経て、同月20日に3、道港に到着した。山田隊は武装組織が同月20日未明に奥地へ逃れたことを知り、これを捜索しつつ、同地で宿営した。同月21日には、右渋滞が、 追撃隊は警戒しつつ600から700メートルほど進んだところで武装組織の銃撃を受け、直ちに応戦して30分ほどの戦闘を行ったところで武装組織は逐時退却を始め、山田隊の主力も加えて老齢方面に追撃したが、武装集団は密林に火を放ち、その暇に老齢の東南の谷や密林に一部を残し、アントケン方面に退却してしまったため、 ひとまず再編成のために主力の位置に撤退した。この戦いにより日本軍の戦死者は兵卒4人、負傷者は歌手官1人、兵卒2人、武装組織の行き死体は16人であった。韓国系の文献は青山座と戦闘を青山座と対と呼び独立軍の大勝利であったとしている。青山座と対は韓国が言うところの 反民族の独立運動の中で重要な部分を占めており、大韓民国の建国神話の中核をなす。韓国とは対照的に北朝鮮版の独立運動史は青山座と戦闘に言及していない。韓国側の日本軍の損害についての見解は、僕飲食の朝鮮独立運動の致死は、可能連帯長以下9 0 4 6 0 0余人。 韓国中央選挙管理委員会返還、大韓民国政党氏は1004人、韓国国防部選手返纂委員会、韓国戦争氏は、死傷3300人、上柴香る、韓国民族運動史は、可能連帯長以下3300人としている。年を減るごとに、日本軍の損害は誇張されていっている。同時に、日本軍の兵力、独立軍の兵力も膨れ上がり、 戦闘の主役が、金タスクチンから離反席に移っている。日本側の資料によれば、青山座と戦闘で受けた日本軍の損害は、戦死11、負傷24のみで将校の死傷は見当たらない。この報告は、安国神社の合死名簿によって裏付けられている。また、輪島出兵後の第19師団の備蓄兵器調査においても、 日本軍の戦闘損耗は極めて軽微だったことが確認されている。韓国側の文献に唯一実名が挙げられているのが、加納連隊長である。朝鮮独立運動の知事は、日本領事の秘密報告書が、加納連隊長の戦死を報告していると主張している。しかし、そのような領事報告は確認されていない。加納連隊長に該当する人物として考えられるのは、 騎兵、第27連隊長の加納新明ン大座であるが、加納新明の名前が、戦死者名簿にないだけでなく、マジマ出兵後の1922年まで連隊長を務めていたことが判明している。抗日運動にも参加していた、金ンマナブは、市民団体の機関紙の取材に対し、大鳥青切道戦闘や青山里戦闘の戦果は、 少なくとも300倍は誇張されたものと答えている。ありがとうございます。